こんにちは、月島です。画面キャプチャーで有名なソフト OBS スタジオでパソコンの画面を録画する際に RME のオーディオインターフェースを使用している場合、設定をどうするのか見ていきたいと思います。 Windows パソコンを使用して基本の操作を見ていきます。今回の動画は3つの項目です。キャプチャーする画面の設定、音声ソースの設定、最後にまとめと次回予告です。また配信の方法については今回触れていません。それではパソコンの画面に移行したいと思います。 OBS スタジオとトータルミックス FX を立ち上げました。キャプチャーする画面を表示する方法です。ソースというエリアの左下のプラスをクリックします。パソコンの全画面を録画したい場合はこの中で画面キャプチャーを選択します。新規作成にチェックを入れた状態で OK をクリックします。このウィンドウが表示されてパソコンの画面が表示されている場合はそのまま OK を押します。OBS スタジオのウィンドウにパソコンの画面が表示されます。もし画面がずれていたりする場合は画面を右クリックします。この中に出力サイズ変更とありますのでこれをクリックして OK を押します。そうしますと画面がちょうどよく収まると思います。ちなみにキャプチャーボードを使用してゲーム画面などをキャプチャーしたい場合は左下のプラスをクリックして映像キャプチャーデバイスを選択して使用しているキャプチャーボードを指定します。ブラウザやソフトウェアの画面だけを録画したい場合はウィンドウキャプチャーを使用します。次は音声の設定を見ていきたいと思います。音声設定は同じくソースというエリアの左下のプラスをクリックします。リストの中から音声入力キャプチャーを選択します。新規作成にチェックが入った状態で OK をクリックします。デバイスという欄が表示されますのでクリックします。ここでオーディオインターフェースの出力チャンネルを選択します。今パソコンには RME のベビーフェイスプロが接続されていてパソコンで流れる音の出力はアナログ3-4に設定されていますので選択します。OK をクリックします。そしてトータルミックス FX のメインのトラックのループバックをオンにします。これでパソコンの中で再生された音が OBS スタジオに流れてくる設定ができました。ちゃんと音が流れて収録できているかどうかは音声ミキサーの音声入力キャプチャのインジケーターで確認できます。インジケーターが動いていますので音が流れていることが確認できました。音声ミキサーの中にあるデスクトップ音声はパソコンで鳴る警告音になります。その下のマイクはパソコンについているマイクのことです。どちらも収録する音声に必要がない場合はスピーカーのアイコンをクリックして音をカットします。これでどちらの音も収録はされない形になります。またここのバーを調節することで録音される音量を調節することができます。以上が音声ソースの設定方法になります。次はまとめと次回予告です。いかがだったでしょうか。使う機材によって設定は多少変わってくると思いますので、最初はうまくいかなくても焦らずに試してみてください。私もだいぶ時間を費やして試行錯誤しました。
また私は配信をやったことありませんので、配信設定のやり方はよく分かっておりません。いずれ勉強したいと思っています。そして次回は Mac で画面キャプチャーする際の OBS スタジオの設定について見ていきたいと思います。Windows よりだいぶ複雑で音声を録音するのに苦労しました。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。